東洋水産、まるちゃん、緑のたぬき、天そば、関西。揚げ麺に粉末スープと七味唐辛子がついていて、火薬は最初から入っています。麺は細めの角断麺で軽い食感です。生っぽいリアルさは皆無ですが、カップそばとして完成された麺です。また食べ慣れた東版と同じもののように感じます。スープは東版と比べ醤油濃度が薄くなり、代わりに塩分と昆布っぽい旨味が濃くなっています。結構明確な差であり、同時比較でなくても多くの人がわかるでしょう。私は東版の方が力強さを感じて好ましいと思いました。かき揚げ天ぷらも東版と関西の差はわかりませんでした。エビの香ばしさが効果的です。日清のどん兵衛もそうですが、北海道や西版を加えて4種類の味を作り分けるところに日本人の味覚の繊細さがうかがえます。